坂出市では県下自治体では初めて自治体 AI ゼボの本格利用を全庁的に6月から始めています。7月2日には希望する職員を対象に1回目の研修会を市役所内で開きました。自治体 AI ゼボは宮崎県都城市と民間企業が共同開発を行ったシステムです。チャット GPT をインターネットとは切り離した自治体専用の LG1ASP 環境で利用でき、登録情報はチャット GPT 本体には学習されないため、セキュリティ上安全に使えるのが特徴です。初回の研修会には15人の職員が参加し、公民連携 DX 推進課の小笠原優さんの説明を受けながら、実際の業務を想定したグループワークに取り組みました。ゼボに質問しながら作ったのは、坂出市 DX 推進方針を市民向けに FAQ、 よくある質問を作るとか、町おこしの企画や坂出大橋祭りを PR する方法と文章を考えるといったものです。すごいですね。これ作るにあたりどんな情報が必要ですかからちょっと聞きまして、でこんな情報あったらいいよっていうのをゼボが答えてくれたと。でこんな歴史的経済的背景とか、最後は専門家の意見とか、こういうのがあって、でこれに対してアイデア出しの部分ですごい重宝しておりまして、どうしても自分一人では行き詰まってしまうアイデアとかが出てくるときに、ゼボに聞くことによって、自分で思いつかないアイデアとかを出すことができるので、そういうところで利用しております。文書作成アイデア出しの部分で非常に効果高いと思っておりますので、全職員がスムーズに使えるように、周知とかこんな感じでワークショップ開催していきたいと思っております。まずは職員自らが自治体 AI ゼボに対して楽しく接することが今回の研修の目的ということで、皆さんはお互いにアイデアを出しながら使い方を楽しんでいました。公民連携 DX 推進課では7月11日に2回目のワークショップを開くことにしています。